これまでのあらすじ。前回は妖馬学園のクラスマッチが開催されましたね、レオ様。そうだな。楽しかったですか？別に。アリス川学院やロンドの皆さんもいらっしゃって、私たちのクラスやしのぶさんのステージも好評でした。そうか、よかったな。ネオ様も京子さんたちと一緒に歌われましたよね。まあな。でもその途中で突然不気味な笑い声が聞こえてきて、ステージが中断して、気がついたらネオ様がいなくなってて、それで落ち着け、ソフィア。ネオ様が突然倒れて大変なことに、一体どうなってしまうのですか？知らんな。そんなひどい。でもそれでこそネオ様です。では続きを始める。原因がわからない？はい、お医者様がおっしゃるには、ネオさんが起きない理由はわからなくて、外傷も見当たらないし、脳波にも異常がなくて、原因不明とのことでした。ただ眠ってるだけってこと？そんなはずは。京子、ネオの具合はどう？伊吹さん。そう、まだ目を覚まさないのね。とりあえず今は安静にして様子を見るしかないようです。そういえばクラスマッチはどうなったんですか？ステージ以外は何事もなく終わったわ。イベントを中止にはしたくなかったから。中断したステージについても再開は別の日に延期してもらいました。再開を延期？ええ、騒動の原因が解明したら、また日程を組み直して再開しようって。生徒たちが不安がってる中で再開しても、いいパフォーマンスをするのは難しいと判断したの。そうですか。すみません。京子が謝ることじゃないでしょ。先生とも相談して決めたことなんだから。生徒の皆さんにはどのような事情説明を？会場の機材トラブルが原因とだけ伝えてあります。今のところ、ネオさんが倒れたことを知っているのは一部の人だけですから。私とリリリリ、それとルミナ、あとは伊吹さんたち生徒会のみんなですね。アビスメアのみんなには、ネオのことを伝えたから、もうすぐこの病院へ到着すると思うわ。病院にいらっしゃるんですか？ええ。彼女たちは親元を離れて一緒に暮らしてるから、ネオのことを黙っているわけにはいかないのよ。でも、ネオの状況をどう説明すれば。そのことについては心配いらないよ。アビスメアには僕から事情を説明する。ついでにミチルたちもここへ呼んであるから。ミチルさんたちも？まあ、いろいろと話しておかなくちゃいけないことがあってね。そういうわけで、伊吹たちはもう学校に戻って大丈夫だよ。後のことは僕に任せてほしい。じゃあ、私は一度学校に戻らせてもらうわ。後のことをノアたちに全部任せてきちゃったし。私も、まだみんな妖馬学園に残っているみたいなので、一緒に戻ります。あの、京子さん、ちょっと、いいですか？ん？どうしたの、さき？ルミナさんたちの話って、もしかして、例のことが関係してるんじゃ。例のこと？
じゃあネオのやつはお前の偽物に何かされて眠ってんのか？おそらくね。ただその原理までは解明できないんだ。あなたがついていながらどうしてネオ様を守れなかったのですか？すまない、僕の力では限界だった。謝って済む問題ではないのです。このままネオ様が目を覚まさなかったら。エルシー殿、落ち着いてくだされ。ネオ様。おい、やめろ。ルミナに当たってどうにかなることじゃねえだろ。ネオは私たち以外に頼れる人間なんていねえんだ。こんな時、私らがしっかりしなくてどうすんだよ。ベロニカさん。今のあいつは、ただ眠ってるだけなんだろ？だったら、目覚まさせるためには、どうしたらいいか考えるしかねえ。ベロニカ、あなた、何か悪いものでも食べたのです？はあ？ベロニカさんが急にまともなこと言うなんて。きっと拾い食いでもしたのです。すぐにお医者さんに診てもらった方がいいのです。てめえらふざけんじゃねえ。ちょっとここ病院ですよ。静かにしてください。アビスメアって愉快な人たちだったんだね。これが奴らの本性ですぞ。ありがとう、ベロニカ。君の言う通りだ。今はこれからどうするかを考えよう。何か当てはあんのか？うん。僕一人の力では限界があることは分かった。だから、もっと多くの協力が必要だ。そのためには、今回の事件に関与している人間たちに、僕の秘密を明かして、情報共有する必要があると思う。秘密を明かす？師匠、まさかそれは。それって、ルミナの正体が AI ってこと？京子先輩？なぜそのことを？ごめんなさい。以前、ネオさんと話していたところを偶然聞いてしまって。お前たち。ネオを助けるためには、みんなの協力が必要なんだよね。私たちにできることがあれば協力する。だから、ルミナたちのこと、教えてほしい。